ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。アニー・クライン保安官にお越しいただいています。よろしくお願いします。行方不明とされているハンナとベス・ワシントンについて何か進展はありましたか？2人は1年前の猛吹雪の夜、ロッジを飛び出したまま行方が分からなくなっています。犯罪の否定はできません。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。彼とワシントン家は因縁が深いよ。先祖の聖地であるブラックウッドで進められるロッジの建設計画に反対していました。山にある療養所の廃墟についてはどうですか？そこに潜んでいるのでは。部下が敷地内を捜索しました。姉妹があそこまでたどり着けたとは。あの山では悲しい事件が起こりすぎている。想像以上にね。今日はありがとうございます。ハンナとベス・ワシントンの待ちましたが、ご家族のロバート、メリンダ、そしてジョッシュとともにいち早い解決を願っています。いやいや、みんな元気か？ダメだ、やり直した。よし、やろう。いや、みんな元気かい？みんなでまた集まることができてマジで嬉しいよ。まず最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて俺の興奮度はマックスだってこと。で、きっとみんなも気になってるだろうから、あえてこのことは先に言っとくけど、その俺のことを心配しているんだろうし、それに去年のことであそこに戻るのをためらう気持ちも十分分かってるさ。でも分かってほしいんだ。そのつまりあそこに行くことが大事ってことをね。それにハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし、俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その妹たちのためにも。それにほら、 OK、 じゃあみんなで思う存分ハメ外して、それで一生忘れられない旅にしちゃおうぜ。いいな。よし。何なの？ちぎさん、お腹すいた？かわいい。
いいじゃん。どこに行ったのかな。バッグの中じゃないよね。さてと、中見ちゃうかな。人の持ち物漁ったりしちゃいけないよね。クリス？サム、やあ、元気？そうだ、そういえばすごいもの見つけたんだ。何？それは秘密、見てのお楽しみ。来なよ、こっちだ。どこ？こっちこっち、驚くなかれ。じゃじゃん。どう、すごい？すっごく。なんだよ、かっこいいって思わない？かっこいいだなんて思えないんだけど、なんでそもそもここに？何が？なんで射撃場がスキー場の麓にあるわけ？ああ、君、ジョッシュの親父さんに会ったことない？あるけど。自称凄腕ハンターさ。君もどう？うん、譲るよ、ハンターさん。よし、行くぞ。すごい、いい腕してる。今の最高、マジかっこいい。今のは初心者のまぐれってやつなんじゃないの？いや、そうじゃないんだな。まあ、あの大きさと距離だったら誰だって当てられるんじゃないの。ナイスショット。ほら見ろ、命中だ。ねえハンターさん、来たよ。待ってよ、いいとこなのに。ほらクリス、ケーブルか。まさか1年経ってからまたここに戻ってくるなんてね。うん、ここに着いたし。おかしいな、ドアに鍵が。ああ、それは人が入らないようにジョッシュがそうしろって。ジョッシュが？人って誰？わからないけど、前に駅で寝てた人がいたって言ってた。気持ち悪い。どうぞ。優しいんだね。ここに家を建てるなんてバカ出てる。どんな金持ちでもね。金持ち？山買っただけじゃん。
は？もうついてるって思ったんだけどな。待つしかないね。射撃場で暇を潰したくなる気持ちがなんか分かってきた。あとどれくらいだと思う？大きな山だからね。昼間は景色も最高だけど、夜はまるで眠れる巨人みたい。本にするの？君の詩だよ。ブラックウッドさんの眠れる巨人。うるさいな。やっと来た、乗ろ。ここで一眠りでもするつもりだったけど、まあいいか。ダンスパーティーを思い出すね。出発。よし、冒険だ。ああ、来てよかったのかな。え？ほら、みんなで命日に集まること。でもまあ女子はすごく喜んでるみたいだけど。あ、まあ確かにね。あんなに嬉しそうな女子は本当に久しぶりだよ。そう、よかった。彼って読めないから心配だったんだ。まあ僕はいいアイデアだと思う。みんなもそう思ってくれてるといいけど。みんな来たじゃん。だよね、よかった。そうだ、もう事件のこと話すのやめて楽しもう。そうだね、そうしよう。僕とジョッシュの出会いは？は？よし、3年の時、ジョッシュの席は後ろの方、僕は前。お互い存在も知らなかった。でもジョッシュの隣のやつが前の女子のスポーツブラのゴムを引っ張ったから、先生がそいつを移動させたんだ、僕の席にね。あ、そう。で？僕は後ろに移動した。それで？ジョッシュの隣に。衝撃的だろ。友情が芽生え今に至る。ほんと衝撃的。あの時もしジーニー・シモンズに3年早く思春期が来てなくて、あの日スポーツブラが丸見えのシャツを着てなかったら、どうなってたか。君は一人でこのケーブルカーに乗ってたかも。そして違う人と喋ってたかもしれないってわけ。どう？バタフライエフェクト。